JAX-RPC は XML を使用した遠隔手続き呼び出しを実装するための Java の標準仕様である。JAX-RPC は2003年にリリースされた J2EE 1.4にバージョン1.1が仕様の一つとして取り込まれており、J2EE の標準仕様の一つとなっていた。しかし JAX-RPC 2.0として、 開発されていたバージョンは対象範囲が Web サービス全般へと拡大したことから JAX-WS へと解消されており、以後は JAX-WC に置き換えられる形となっている。Java アプリケーションから WSDL で記述された Java ベースの Web サービスを呼び出すことを可能にする。Web サービス上の JavaRMA と見ることができる。次のように動作する。Java プログラムが スタブ上のメソッドを呼び出す。スタブが JAX RPC ルンチュメシステムのルーチンを呼び出す。RS はリモートメソッド呼び出しをソープメッセージへ変換する。RS はそのメッセージを HTTP 要求として転送する。この手法の利点は Web サービスをサーブレットまたはイジビジウコンテナとしてサーバー側に実装できる点である。したがって サーブレットやイジビーアプリケーションをウェブサービス経由で利用できるようになる。ありがとうございます。